投薬点をしています。普段の患者さんのメインは実は不妊治療なんで、皆さんね、しらく勉強される方は不妊あまり関係ないかなと思われるんですけれども、うちは患者さん全員に、しらくはしてます。なぜかというと、やっぱりその自律神経系、ホルモンバランスを整えたり血流を調整するのにはもうしらくが一番手取り早いし一番効果があるっていうことを実感してますから、しらくはやってます。で、実は今日、ね、大事な研究会なんですけれども、ちょっと僕ブッキングしてしまいまして、朝からちょっと、神戸の方でもともとやってた手の針高齢出身というのがあるんですけれども、そっちの方の、勉強会を主催しているところの、ワンコインコンテンツって言って そこで勉強している仲間が、出資心以外で自分がやっている療法を広めましょうということで、朝から、9時からスタートしてやってるんですけれども、そこで当然僕は志らくばっかりやってきたんですけれども、朝から志らく、今日は今9時から12時までで14名の方やってきました。で、14名中さほど効果がなかったのは実は1人、耳鳴りの方でした。はい。で、耳鳴りはもともと難しいかなと思ってたんですけれども、後の方はもうほぼ 100% ぐらい、改善をしてます。で、実は今日ちょっとね飛び込みで来させていただいたのは、残念なことに午前中で帰られたんですけれども、うちの患者様で、来ていただいている方でご主人さんが、40前なんですけれども、今、研修医30を過ぎてから、医大の方に行かれて今研修医で、行かれている先生が、実は午前中に来られてたんです。で、その先生が、将来的に何かを目指すかっていうことで今産婦人科の方に研修に行かれているそうなんですけれども、どうやら皮膚科に行きたいとおっしゃってたので、はい、でぜひ志らくできますからっていうことで、うちでも一回、奥さんはずっと毎週治療してるんですけれども、ご主人の方も一回させていただいて志らくの効果、皮膚疾患は絶対大丈夫だからっていうことでお話をさせていただいてっていうことで今日来ていただいてたんですけれども、ちょっと午後用事があるということで帰られたので、その先生を実は目指してちょっと時間いただきたいなと思ってたんです。はい。で、不妊治療を謳ってますけれども、普段からそういう皮膚疾患とか、帯状疱疹になったら絶対来てよとか、あとは、いろんな方がいらっしゃいますから、ご主人がこうアトピーを持ってたりっていう方も結構いらっしゃいますから、そういう方に関してはもう志らくの効果をずっと歌ってます。はい。で、ちょっとね今日慌ててパウチしたんでめくれかけてますけども、写真をちょっと前と後ろから回して見ていってください。はい。まず施術の回数が書いてるものありますけれども、それは男性の方で尋常性感染の方です。ずっと尋常性感染は紫外線療法を受けてはったんですけれども、なかなか治りきらないっていうことでうちに来ていただいて、1回目の治療をちょっと取るのを忘れたんですけれども、2回目から取らせていただいてます。で、その方は、週1回来ていただいて、取ってるのは、H5F5 を両方、それと、出てるところが背中は膀胱系とか、あとはその出てる症状によってお腹の硬さがあったら胃系なんか HIF1 なんかを取ってました。で、1ヶ月経った状態で尋常性感染の方はほぼ消えてます。はい。それと、帯状疱疹の方なんですけれども、ちょっと見にくいかも分からないけども、その一番大きな写真、が、発症した時ですね、うちに最初に来てくれた時、ちょっと見ていただくと、水泡が見えてる状態で来ていただいてたんですけれども、
この女性は、毎日来ていただきました。とりあえず5日間、1回だけ日曜日が挟んだんで1日飛びましたけれども、もうやっぱりその日のうちから、痛みが取れ出したと、うん、で、次の日来てもらったらそのプチプチした水泡状のものが取れてたので、まあ、やっぱりいけるかなっていうことで毎日来ていただいて、ほぼ、ね、6日ほどで収まったかなっていう感じです。はい、で帯状疱疹の方ももちろん H5F5、をやりました。うん、あとは両方ともですけれども、お二人とも、その経絡、調子の悪い経絡と最後は、100円の視力も確かしたと思います。はい、ということで、はい、とりあえずはその、ね、調節をするために、まあこれは皮膚疾患の例ですけれども、まあかなり、ね、速攻的に効いてくれたかなっていう症例だったので、まあその皮膚科を目指す先生にも見ていただこうかなと思って、作らせていただきました。はい、まあ皮膚疾患の症例はこれ2件だけじゃなくて、結構、手の荒れとかなかなかね、ひどいアトピーの方なんかいろんな総合的な問題があるので、ここまで速攻的には治らないんですけれども、まあ、帯状疱疹、尋常性感染、あとは、角化症の方なんかは割と比較的早く改善はされています。はい、ということで、すみません、飛び込みで。ありがとうございます。はい、同じ日にっていうことですか。まあこの帯状疱疹の場合は左に出てたので、まあ両側はしまして、でその時の変化によってだいぶ良くなったと。で触ってもその痛みが、うん、まああんまりチクチクしなくなったっていうことで、1回だけですね。またちょっとあれ、そうだったら2回やったら。やる場合もあると思います。はい、で大概僕は1回で、別の方の疾患で例えば肩こりとか、最近多いのがなぜかバネ指が多いんですけども、バネ指なんかの場合はやっといて一通りして最後にもう一回やるとか、そういう感じはしてますけれども、まあ原則1回かなみたいな感じ。とはよろしいでしょうか。はい、ですね。はい、ありがとうございます。はい。